はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。これはですね、23日ですね、水曜日に日経新聞に出ました、編集員中澤克二さんの記事でして、ですね、論説かな、タイトルが極権極めるの権力の権ですね、極権収支への個人崇拝色に限り長老の還元から1年というですね、タイトルでですね、読みました。この目新しい何かが出てくるわけではないんですけども、どうやらですね、習近平のですね、中国におけるですね、独裁体制も、もう何でもかんでも習近平みたいな独裁体制にやっぱり限りが出てるんちゃうかということがですね、いろいろな局面から書いてありますね。どうでしょうね。一番はですね、この三中全会、今年7月ですね、の間にですね、1回は配信された、あの習近平の個人のを礼賛する記事がですね、翌日には取り下げられて回収されてですね、どこでも読めなくなってしまったという状態ですね。中身はね、その鄧小平は改革の最初の簡単なところを仕上げたんやと、その後の困難なところを習近平がやってきたんやとみたいなですね、まるで鄧小平はですね、そんな大したことしてないねんって、もう本当の改革を成し遂げたのは習近平やでみたいな記事やったそうですね。それがですね、1日でですね、取り下げられた。で、習近平は自分に対する個人礼賛はですね、大好きらしいんですね。だからですね、美味しい美味しいはずなのになぜかですね、一旦は出たわけですよ。だから一旦は習近平がですね、OK して出したものがなぜか翌日にこう取り下げられたと。ふうというか、ね、そんなことできるのはですね、習近平以外ではですね、長老しか考えられませんね。で、その長老とですね、この建国記念パーティーでですね、こう親しく喋っている、話している姿がですね、まあ、先日10月1日ですかにですね、こう見られたんですけどもですね、その一応ですね、長老たちもですね、みんな元気そうな長老は何人も出てきて、その宋慶光なんていう方がいまして、まだ髪の毛が真っ黒で、髪の毛が真っ黒という方は染めてるということであって、オーロラはまだ死んで変動しない変動みたいな、そういうことらしいんですね。中国で黒い髪は未だに枯れていないことを示すサインだと、つまり言うことは言うぞという、そういうことですね。なんでですね、その長老たちがやっぱり習近平に対して何らかの影響力をですね、発揮してるんちゃうかということですね。今経済ぐっちゃぐちゃでしょ。で、それを何とかせえということをですね、この中澤先生の論ではですね、去年の夏にその警告を発せられたというんですね。 であるのに習近平は何もしなかったんですね、今年まで。で、今年になってそういう、なんて言いますかね、自分に対する礼賛の記事を取り下げさせるぐらいに長老はですね、ものを言うようになったと。あるいは元から言えてたのかもしれませんけどね。それで慌ててですね、9月の末に続けざまにですね、経済対策を出しましたね。おかげで株が乱高下しました。かといって、あの中身を見てみると大したことないわけですよ。焼け石に水同然のですね、経済対策を矢継ぎ早に発表してですね、ふーんという感じですね。で、あとですね、軍と習近平の中もなんか変やんって私さんが言うてますけど、やっぱりそのね、重要な会議に出ないでですね、福建省と安徽省を訪問していたというのも変やという感じのことを書いてありますね。で、最後にはですね、その安徽省のどっかのミサイル基地を訪問した時の写真が出てるんですけども、若い兵隊さんとですね、の真ん中に立ってですね、ミサイル後ろにバックにミサイルがあってということでですね、ふんっていう感じですけど、この音は超遊興なんですね。
なんでその張雄強とも離反してるわけでもないし、なんかようわからんなという感じですね。でもね、もう完全な独裁ではないということはどうやらですね、確かな感じがします。あの軍とどういう関係なのかというのもようわかりませんけどね。ただですね、この張雄強さんという方がどうもですね、この70いくつなんですけどもですね、あの軍の実権を握っているという感じらしいですね。いろいろなこの動きから見ていくと、でその張雄強さんがですね、長老たちの支持を得ているということもありそうな感じですね。まあ本当に何が起こって、竹のカーテンの向こうですからね、本当に何が起こっているのかよう分かりませんけどもですね、まあちょっと変よという感じですね。ただね、あのまあこう政権内の権力闘争は置いといてですね、中国が今ですね、今ぐっちゃぐちゃになった経済をですね改善するために何か有効な手を打ってるかというと、それは何も打ってません。何もでもないけど、まあ、小手先の手しか打ってなくて、効果を上げてるとは言い難いですね。でその私が悩むというかですね、習近平はどの程度まで現状を把握しているのかということが一番知りたいですね。多分何も把握していないんちゃうかなという気がするんですね。彼ですね、こういう PC なりスマホなりをカーって自分で買って情報収集してる感じはしないでしょ。でいつも言うことですけど、多分部下から上がってくる報告だけを目に通してる。つまりそれはほとんど紙で上がってくるわけでしょ。とするとですね、現状を把握してないというか、現状の形骸も把握してない、要は表面的な現状ですね、もう把握できていないんちゃうかな。本当のこの本質の現状なんかもっと把握しないんちゃうかなと。むしろね、外にいる我々の方がね、なんとなくこうやばいでという、こうやばい度がですね、こうリアルにこう伝わってきてるんちゃうかなという気がするんですね。実態もどうしようもないですよ。これね、まあものすごいね、例えば去年亡くなった李克強さんみたいなやつが、よっしゃ俺が全部引き上げたっつって、経済改革に出てきてもですね、おそらくですね、うまくはいかないとは思うんです。でもですね、現状を把握してですね、大なたを振ることはできるんですね。ものすごい痛みを伴います。ものすごい痛みを伴いますけどもですね、大なたを振ることはできるんですね。そんなことをしそうな感じは全然ないんです。習近平は本当にこう、なんて言いますかね、弊方策というのをですね、繰り返してるだけであってですね、根本的な解決には程遠いことしかしてきませんでした。多分このままやってくれる、言ってくれるんちゃうかなという気がしますね。独裁がかけたといってもですね、完全にこう執権してるわけではなさそうなんですね。だからですね、このままずるっずる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 っとですね、奈落の底にですね、押していただけるんちゃうかと、中国経済で、それを期待しましょう。はい、このでもですね、新しい事実は何もないですけども、中澤先生のこのものの見方というものは、中国の今の現状の政権に対する見方というものは、なかなかやっぱしですね、素晴らしいと思いますよ。はい、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。